トラベラーチャンネル。こんにちは、JSKの飛田です。今回は韓国渡航に推奨 Q コードの登録方法について解説していきたいと思います。韓国の渡航にはですね、この Q コード以外にも KETA というものも必要ですので、こちらの動画も合わせてご視聴いただければと思います。今回はこの Q コードということで、登録しておくことで、韓国入国の時にですね、検疫手続きなどが、一部簡略化されるということで、事前にやっておくと非常に入国がスムーズになるという感じですね。なので、機内で配られる健康状態質問書っていうものの記入が不要になります。なので、事前に時間がある時にやっておくことで、韓国入国をスムーズにして、わずかでありますが、韓国での滞在時間をちょっとでも長く取れるようにしておきましょう。登録はご搭乗前までしていただけるんですけれども、登録してからですね、少し時間を要する場合がありますので、当日っていうよりかは、2、3日ぐらい前にやっておくといいかと思います。2、3日っていうのは、あんまり前にやりすぎるとですね、登録の中にですね、健康状態を確認するものだとか、過去の渡航状況などを確認する項目がありますので、できれば2、3日前が目安というふうに言われております。必要なものも有効のパスポートとメールアドレスだけですので、割と簡単にできます。パスポートも実際、現物がいるっていうわけではなくって、パスポートの番号さえ分かっていれば、それだけで大丈夫ですので、気軽に登録をしていただけるかと思います。今回のこの Q コードなんですけれども、アプリじゃなくて、ウェブ上から登録するものですので、今回は携帯を使って登録をしていくんですけれども、もちろんパソコンとか、タブレット、iPad とかでも可能ですので、一番やりやすい方法で登録していただければいいかと思います。ということで、今回もこちらの iPhone を使ってやっていきたいと思います。はい、ということで、この Google のトップページからやっていくんですけれども、これ Google にしておいた方がいいことがありまして、実はこれやる前にですね、Yahoo とか Google でそれぞれちょっとテストとかしているんですけれども、Yahoo だとある一部分が登録進めようと思っても進まないんですね。なのでできれば Google がいいかと思います。実際試しているのはこの iPhone の中の Google なので、すべての端末、すべての状況において全く同じになるかというと、どうかわかんないんですけれども、iPhone でやるならこの Google からやっていくといいんじゃないかと思います。では、早速やっていきましょう。ということで、Q コードですね。Q コード。で、トップ。そうすると、この上から3つ目、Q コード、そしてハングルが書かれた、このページですね。これをタップしていただきます。はい、そうするとですね、このようなハングルのページに飛ぶんですけれども、Google だとですね、この翻訳っていうところから日本語訳に変換ができるんですけれども、この Q コード自体もですね、一応言語が選べます。ただ、残念なことに、ここの右上ですね、タップしていただくとわかるんですが、ハングル、イングリッシュ、英語ですね、中文、中国語、でこの、ティエンビエットって書いてあるんですかね、これベトナム語なんですけれども、日本語がないんですね。なので、多少わかるイングリッシュ、英語にしといた方がいいかもしれません。ハングルだと全然わかんないんでね、ちょっと今回は英語でやっていきたいと思います。このページが英語のページになりましたので、この Go というところからスタートさせていきます。はい、ということで、ここから入力していくんですけれども、まず一番最初の質問はですね、あなたは14歳以上ですか?ということで、これは Yes ですね。これ、14歳未満の方は法定代理人の承認が必要なので、これは質問があるというような感じです。で、その下、チェックボックスがあるんですけれども、これ何かっていうと、この下にですね、利用規約がいろいろと書いてあって、承認しますか、同意しますかっていうものがたくさんあるんですね。でそれを一個一個答えるんじゃなくて、全部もう承認しますよ、同意しますよっていうことであれば、このチェックボックスのチェック1個で、すべてに同意したことになりますので、基本的にはこのチェックボックスにチェックを入れれば OK という感じですね。で、NEXT を押します。で、次はですね、パスポートの情報の入力になりますので、ここはパスポートの情報を入力していきます。
こちら再確認の方ですね。同じ番号を入力していきます。皆さんはご自身のパスポートの番号をしっかりと入力していってください。で、次はですね、E メールアドレスということで、最終的にですね、QR コードができますので、この E メールアドレス、メールが届くような状況になっていないといけませんので、生きているメールアドレスをしっかりと準備してやっていってください。こういう iPhone だったら、この iPhone のアドレスとかを入力しておくと確認もすぐできていいですよね。ということで、入力していきます。アットマークが事前に入ってますから、アットマークの前と後ろでそれぞれ分ける感じになってます。入力するとですね、頭が大文字になっちゃったりするんですけど、この辺は別にそんなに気にしなくても大丈夫です。そのままメールは届きますので、頭大文字とかになってても、直さなくても基本的には大丈夫ですね。で、入れたら NEXT で。で、次はパスポートの情報を入力していくような形です。名前ですね。はい。こうして、名字、名前というふうに入れていきます。で、次はですね、生年月日を入れていきます。はい。こうして生年月日が入りましたら、その次もパスポート番号なんですけれども、その1個前のところで入れた番号がそのまま入ってますので、このままスルーして OK です。で、NEXT ですね。で、次はですね、入国滞在情報の入力になるんですけれども、まずはですね、韓国に入国する日ですね。この日を、このカレンダーをタップして、今日12月12日ですので、12月15日しておきましょう。15日から韓国に旅行へ行くよ、みたいなイメージですね。で、次がですね、ちょっと癖があるとこなんですけども、ここが Google じゃないとうまく入らなかったりするので、うまくいかないなっていう方はですね、ちょっとブラウザを変えてみてもいいと思います。Yahoo で僕のやった場合はダメだったんで、Google に変えるとか、Safari に変えるとか、それでうまくいかなかったのをパソコンでやってみるとか、そういった形にしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、ここはホテルの情報を入力するところなんですけど、Search ZIP Code っていうところをタップします。そうすると、これ、郵便番号をサーチするところなんですけれども、ホテル名入れるとですね、自動的に、引っ張ってくるんですね。で、ZIP Code はこの右側に書いてあるので、例えばロッテホテル宿泊だったらロッテって調べて、パッと出てきますので、これ一番上タップして、で、ここにホテルネーム、ホテルの名前を入れていくような形になるんですね。これでアドレスインプットっていう風にすると入ります。これで OK です。住所もこの薄くなってますけど入ってて、その下にホテル名が入ってますよね。これで OK です。で、その下はですね、携帯電話の番号の入力ですね。で、このコソボ383っていう風に書いてあるんですけれども、これはですね、ジャパンに変えます。コソボから始まってるんで、ちょっと上ですね。いつもは下に下っていくんですけど、ちょっと上に JAPAN81 って書いてあるので、この81は日本の国番号になります。で、その次にですね、携帯の番号を入れるんですけれども、頭の0を取った番号を入れてください。で、今回は番号ダミーですけれども、09012345678 だったら、90123456789みたいな感じですね。そして、次は、韓国で連絡可能な電話番号を入力してくださいということで、ここはですね、ホテルの番号でいいかと思います。なんでタップして、番号、ホテルの番号を入力していきます。はい、ということで、この NEXT を押すんですけども、その前に、その上にあるテンポラリーセーブっていうのがあるんですけども、これは一時保存っていうもので、一旦ここで止めといて、また後で登録するときに、そこからできますよっていうことで、一時保存のボタンですね。もうこれは、そんなに時間かかんないので、一気にやっちゃう方がいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、パスポートの情報がわかんないだとか、この、今さっき入れたホテルの住所がわかんないなっていう場合とかは、一旦ここで保存して、調べてからまた途中からやるみたいなこともできますので、わかんなくても、最初からやらなくても大丈夫という感じですね。はい。ということで、NEXT をします。で、このポップアップが出てるんですけども、わかりますかね、ここに。これはですね、このコンファーメーションっていうところをタップしていただくと消えますので、これで OK です。
で、まあ、ここからは健康状態を入力ということで、まあ、いろいろ質問事項がいくつかと、まあ、健康状態に関して回答していくような形になっております。まずは、直近21日以内に訪問した国があれば選択してくださいということで、なければですね、まあ、ここタップしてアジア。で、ここもですね、ジャパンと。まあ、訪問した国、韓国から取ってみれば一応、まあ、海外に当たりますから、日本も。まあ、アジア、ジャパンというふうに入力しておきましょう。で、もっとたくさんあるって方は、この右上のですね、このプラスのボタンを押すとですね、増えて、入力する箇所が増えますので、まあ、これで正しく入力していきましょう。で、次はですね、まあ、直近21日以内に下記の症状が発生した場合、また現在症状がある場合はチェックを入れてくださいということで、まあ、症状あり、なしっていうふうにあるんですけれども、まあ、なければタップすると下の症状のところは全部選択ができなくなります。であれば上をタップして、で、まあ、その下にですね、まあ、いろいろと症状が書いてあるので、これはですね、ちょっと皆さんご自身でそれぞれ調べていただければと思うんですけれども、まあ、基本的に熱とか、まあ、頭痛、喉の痛み、鼻水、咳、まあ、そんなような感じのことが書いてあります。まあ、今回はなしでいきましょう。そして、まあ、3番目ですね。3番目、下記の該当する項目にチェックしてくださいということで、まあ、該当なし、薬を服用中、通院中、動物と接触したというふうに書いてあるんですけれども、まあ、特になければ該当なしで OK です。はい。そしたら、NEXT をします。はい、そうすると、ここで、まあ、最後、入力内容の確認ができますので、まあ、バーっと見ていただいて、まあ、間違いがなさそうだったら、サブミットを押します。OK。はい、そうすると、こうして、まあ、QR コードが発行されますので、まあ、この QR コードをですね、使って、韓国に入国するといった形になります。まあ、検疫手続きの際にですね、係員にこの QR コードの提示をしていただくといいので、まあ、一応これもですね、まあ、スクショとかしておくといいんじゃないかなと思います。いつでも呼び出せるようにしておくといいと思います。そして、まあ、先ほどですね、登録したメールアドレスにもですね、まあ、この QR コードが届いてますので、まあ、それも印刷して持っておくとより安心なんじゃないかなというふうに思います。一応メールはこんな感じで届いてます。どうぞ。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、KETA と合わせて、この Q コードも事前に登録しておくと、韓国入国がスムーズにいきますので、ぜひ皆さんご自身でやってみてください。では、この動画が役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。